少年法をなくす、なくそうみたいなのがあるじゃん。少年法をなくそうみたいなのがあるじゃんか。少年法をなくそうみたいな動きがあるじゃん。その例えばなんか、旭川の意見、旭川の事件、いじめ事件とかで、その、もう、あんな加害者罰した方がいいみたいな。気持ちはめっちゃわかる。気持ちはめちゃくちゃわかるんだけど、それはやめた方がいいです。少年法をなくすとかあっていのはやめた方がいい。なぜかっていうと、例えば、赤ちゃんって、ぶつじゃん、人のこと。あーみたいな感じで。うん。 うちの息子もね、4歳だけど、ぶつのよ。うん。人のことで、それは、教育によってやめさせていかなきゃいけないことなの。ね。うん。あ、ダメだよ。ぶっちゃダメだよ。ぶっちゃダメだよ。ぶっちゃダメだよ。って何回も何回も言って、だんだん治ってくるもんなの。うん。それはね、もう、その、幼さの問題なんで、責任の問題じゃないんだよ。それは。で、それをその、刑罰しても意味ないんだよ。要するに、いじめられたと同じことになっちゃうから、無駄暴力が加わるだけだから、 で繰り返し繰り返し、その、やめようやめようやめようって言い続けて、それでようやく責任を問えるようになるのが、まずは13歳なわけ。うん。そう、13歳かな。要するに少年法のその範囲に入るのはさ、職法少年とか言って、その、要するに少年院に送られたりするのは13歳からだよね。多分、ね12、12歳からだよね。それ以前は、まあ、ま、あの、治療というか教育プログラムみたいなふうに載せられるわけだけど、だからそれはね、どっかで戦略しなきゃいけない。だから赤ちゃん罰するのはおかしいと思ういくらなんでも。うん。 それをね、少年法をちょっと前倒しにしようとかわかるよ。うん。少年法の適用を前倒しにしようとかわかるし、現にそうなってるんだよ。うん。18歳、じ20歳だったら18歳になったり、16歳になったりしてるわけじゃん。なんだけど、それ一切なくしちゃおうっていうのはそれ違うわけよ。そしら赤ちゃん罰せようって話になっちゃうから。なら胎児がさはおか、お母さんのお腹蹴ってんの罰しよみたいな、そういう話になるから。どっかでそれはね、区切りつけなきゃいけないわけよ。その区切りをどこにするかっていうのは有益な議論なんだけど、 なんか感情に任せてね少年法をなくそうとかってすげえ頭悪そうに見える。マジで。うん。そういうそれなりの理由があるんだから、その、なんていうんだうな。ちゃんと少年法っていうのどこまで適用するのかっていうことは議論するっていうことにして、少年法をなくそうとかっていうのはやめた方がいいよ、ね。エラテンさんはどこまでと思いますかやっぱり18歳じゃないかって13歳以上は、あの、医療、医療少年、ていうか少年院というか、強制プログラムで、 18歳以上から普通に刑事責任じゃないかな、やっぱり、うん。高校生とかやっぱり子供だもんね、うん。で、子供さ、その罰したところでしょうがないもんね。なんていうかその、責任主義っていうのは原則としてあるから、刑罰っていうのはで。感情はすごいわかるんだけど、その感情は。やっつけたいみたいな感情はすげえわかるんだけど。今まで出てきてきた法律とかさ、そういう慣習とかっていうのをその尊重しようよっていうのはすごいあるんな。 スマホとかによって、その、成熟年齢がだんだん下がっていくかって、そんなことないと思うし、正直。